アスカムはトルコの貨物自動車とバンの製造開発を行う企業、チフチラーホールディングの子会社であった。アスカムは1962年にクライスラーが60%の所有権を持つ合弁会社として設立され、当初はクライスラーサナイとして販売されていた。トラックの製造は1964年にファーゴで外ッチのブランド名で開始されている。 製造された大半のモデルは、クライスラーが開発した、開発途上国向けのキャブを使用しており、このキャブは倒産まで改良を続けながら、アスカムで使用されている。また、ほとんどの車両に、キャタピラーの子会社である、パーキンスエンジンが製造したエンジンが搭載されている。1978年に、クライスラーは保有していた株式のすべてを、地元のパートナーや所有者に対し売却。 ダイムラー・ベンツとの合併後、社名を、アスカム・カミオン・エモロット・ VE ・ティジャリット・アズに変更し、ファーゴと、デソトブランド名での車両を製造している。2015年に倒産。すべての製造を中止した。ありがとうございます。